戦相手の時にはですね、まあ、いい守備だけではなくて相手の良さを消すためには相手の持つ時間を減らすということも一つの戦い方なんで、はい、持つ時はしっかりと持つということも。イラのガラシバとワンタッチでつながってエサカー、イラを狙っているユンカー、そこのユンカーにボールが出た、トラップをして中へのボールちょっと流れていきますがシュートはどうか、来た、見事なゴール、ウルクの得点で先制です。浦和レッズ、今の柴戸のところのワンタッチが効きましたね。で江坂からのパスですけど、ユンカーのやっぱり逃げ方ですよね、ディフェンスの背後の取り方で、ファーストタッチでいいところにボールを置いてですね、スルーパスますからね。山中から少しマイナスのボール、柴戸こぼれていて、ユンカーヒール、こぼれ、まだこぼれている、うわっと倒れてどうかな、浮いたかな、あ、PK、ここは柴戸倒れて PK という、ちょっと思わず足が出てしまいましたね。まあ、ユンカが決まった、キム・スンギも読みましたけれども、スルリとボールが抜けてゴールイン、2点目です。ちょっとヒヤッとしたんじゃないですかね、関根ね。キム・スンギにしてみるともっと角の曖昧になっているというか、まあ、2失点してしまったことによって動揺もあるかもしれませんけど、はい、少しコンパクトさがないですよね。入っていく江坂へというところですが、そしてシュートは、おー、きたー、イルキー、セカンドボールしっかりと決めていきました。今日自身2得点目、これで 3-0。 まあ見事なシュートですね、止めてから本当にね、無駄のない動きでもう狙いすましたようなシュートですよね、うん、いいところにボールが置けたと思いますね。クリアしたボールをファーストタッチでいいところに。神谷中に入っていく、ここから中へのボール抜けてきて、リングシュート来た、マテウス・サビオ1点返します、柏レイソルです。いや、よく決めましたね、今ね、捕まらない形でね、ディフェンスの間に入りましたからね、はい、そこに神谷から速いクロスの質の高いボールが来ましたから、はい、まあ、コースを変えるだけのね、ヘディングでしたけどね、いいシュートでしたね。キムスンから長いボール、クリスティアーノとの競り合いでした。岩波、山中、さらには平野から、このスペースにユンカー走る、競争になるエメルソン・サントス、ユンカー持ち出してのシュートだー、この前半の終了間際タイミング、そしてスピード、そして最後は、ね、利き足の左でコースを狙って流し込むようなシュートですけど、まず最初ですね、ボールにプレーするんじゃなくて相手にプレーして自分のシュートするスペースをちゃんと確保しながらですね、はい、まあ、江坂とどうしても小泉になるとディフェンスの背後のランニングというか引いてきて受けることが多くなりますからね、はい、小泉斜めに、うん、関根が入ってきました。そしてこの位置に江坂、シュートディフレクトして、ゴール、さらに追加点です。浦和レッズ5対1。小泉に出してもう一度江坂がもらってですからね、うん、止めて強いシュートじゃなかったですけど膝下でねしっかりミートするような形で、まあ、それがディフェンダーに当たってコースが変わった、それがゴールにつながったと思いますけど、その前の流れ、これは小泉とそして大久保です。ここ大久保がファーサイドへのボール、ヘディングシュート、うわークロスバー、これは先ほどのフリーキックのシーンです。いやー見事ですね、はい、キム・スンギュね、水曜日ですけどね、はい、天皇杯もありますし、そういう意味でしっかり選手も休ませ、いろんな選手が使えた、はい、でこの大差で勝てた、非常にね。Like, subscribe, push notification. Like, subscribe, push notification.